吉安三条名店街、うん、さあ今回は刃物屋菊一文字さんに伺いました。今回ご紹介いただくのはこちらです。ご紹介お願いします。よろしくお願いします。今回こちらご紹介いただきますが、はい、ハサミ、はい、握りバサミとか和バサミとか、はい、はい、一般的に言われるやつですかね。はい、何に使うものになりますでしょうか。主に生地を切られたり、あの糸を切られたりするために使うんですけども、はい、特徴としては、はい、さまざまな種類あるなとパッと見た感じ思うんですけれども、はい、どういう種類のものがあるんでしょうか。基本的には、はい、奥にもずらっと和バサミ並んでおりますが、基本的には頭の短い東方と言いますけど、関東の方に多い格好ですね。こちら今映っているのが、短い関東型の、はい、刃が短いものですね。こちらの刃が長いのが関西型と言われます、はいはい、右側に映っているのがだいたい 3、4センチくらいありますでしょうか。あ、そうですね、全長で 10.5 センチ、全部で 10.5 センチ、はい、比べてみるとだいぶ長さが違いますね。あ、はい、そうですね、まあ、全長は同じなんですけども、はい、刃の長さがちょっと違いますかね。どうしてこういう違いが生まれたんでしょうか、関東と関西で。おそらく、まあ、今みたいにこんなに簡単に流通が行き来してない時は地方地方で職人さんがおられたんですね、はい、でその場所によってやっぱり風土とか気候の変化も違うので扱う生地とかも違った加減だと思うんですけども、はい、その職人さんの技術の、普及の違いで刃の長さが変わってきたと。そうですね、ありがとうございます。もう一つ伺いたいのが、はい、この刃に一つ一つ文字が刻まれているの、こちらも気になりました、はい、これは一体どういったものになるんでしょうか。こちらの弊社の屋号ですね、菊一文字っていう、菊一文字という字が彫られていらっしゃいます、はい、ちなみにここに並んでいる菊一文字という全て、入っておりますので、はい、関東のものも関西のものも菊一文字さんの、はい、職人さんが作られたという。あ、そうですね、あ、はい、そういうことでございますね。まあ、あとはかぶらばさみといって、はい、かぶらばさみ、これは京都の格好なんですね。あ、京都ならではの、うん、確かに形がぷくっとしてますね。そうですね、こちらが京都で作られている形で、ちょっと布を切る、はい、同じ用途なんですけど、ただ現時点ではほぼ使われている方は少ないですかね。あ、そうなんですね、はい、形だけ残ってる感じで。とても貴重なハサミ紹介いただきました。はい、はい、本日は菊一文字さんに伺いました。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。